ネットでポチりたいです。今日はルックブック的な動画になりまして、5つのコーデをご覧いただきたいと思います。で、そんな動画撮ろうと思った理由なんですけど、ちょっと前に仙台の古着屋さんで買ったこれ M65 フィールドジャケットの黒いやつ、これを見せびらかしたかったからでして、私古着のこと語れるような知識持ってないんでね、ルックブックにしちゃおうと思った次第です。で、これね、アルファインダストリーズ社製、確か90年代のやつで、何が気に入ったってこのドデカサイズ WXL ってとこがぐっさぐさに刺さりまして、 M65 のジャケットってもう大メジャーアイテムだから、かっこよく着こなしてる人いっぱいいるじゃないですか。だからこれくらいね、オーバーサイズなら誰かのモノマネにならないで自分らしく着こなせるのかなと思いまして、まあこれ買ったんですね。では参りましょう。まずワンコーデ目は、手持ちのミリタリーアイテム同士をいろいろ使ってみるパターンからってことで、パンツはナイジェルケーボン、バスクシャツはフィデリティ、それぞれミリタリーをモチーフにしながらも今っぽくデザインされてるってことで、ガチなミリタリースタイルにはならずに済んでるのかなと思いつつ、これに黒のコンバットブーツとかだとまあ合うんでしょうけど、普通すぎてつまんないなと思って、 80s の青い厚底ブーツを合わせてみました。こういうのを多分外しって言うんでしょうけど、ちょっと自分の中では外してないんでね、私ね、マジで外しっていうテクニックがよくわからないんですよ。常に外しっぱなしってか、基本外ししかやってないから、外しって言われても全部外しだしみたいな。首からぶら下げたマルジェラのバッグ、小物入れは20年以上昔に購入したもので、だいぶ使い古されてますけど、そもそもマルジェラなんでね、最初からこんな感じだったかもしれませんっていうか、マルジェラと古着、特にミリタリーの古着の相性はもう絶対に外さないですね。っていうか、外した方がいいんだっけ、あれ、うん、まあいや、次。続いては全身真っ白な格好に合わせてみたいってことで、こんな感じからご覧ください。オーバーオールは何シーズンか前のザラオリジンズ、インナーのロンティーは ERL です。全身真っ白と言いながら差し色でちょこっとねオレンジが見えるのが、まあ、ポイントといえばポイントで、これにね WXL の M65 を合わせてみるとこんな感じ。これかなりでかいんでね、丈の短いコートみたいな雰囲気もありまして、コートってことはまあほぼ何にでも合わせやすいってことで、なかなかいい感じなのではないでしょうか。ホワイトの次はまあそうですね、全身真っ黒に真っ黒なジャケットを合わせて真っ黒の極みみたいなのをやってみましょうかってことで、シャツはアミ、パンツはルーペです。で、 M65 を合わせてみるとこんな感じ、まあ間違いはないですよね。このシルエットね、昔っていうか秋冬でラフシモンズのコートを合わせた時のシルエットに近くって、あの時ねすごくラフシモンズのコート問い合わせがあったんですけど、この M65 のフィールドジャケットの WXL もなかなか雰囲気近いのかもしれない。古着、特にミリタリーのジャンルは奥が深すぎてね、知識のない自分が近づいちゃいけないのかなーなんて思ってましたけど、別に知識なんかなくても楽しめるんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前、考えすぎてましたってことで、あんま深く考えずにあと2コーデやってみましょう。
WXL の M65 フィールドジャケット、その万能っぷりが匂ってきたところで、もう何も考えずにカジュアルなデニムスタイルに合わせてみようと思います。デニムは20年くらい前のお気に入りイヴ・サンローラン、そして T シャツは友達っていうか私の弟子が作ったオリジナル、ビビジョンっていうのが彼の屋号、事務所名かな。で、ちなみにその彼の車デロリアンを紹介している動画がなかなかの問題作なので、まだ見てない方はぜひご覧いただきたいってことで、概要欄にリンク貼っときますね。で、そんな何も考えてない T シャツスタイルに M65 を羽織ってみたらどうでしょう。やっぱ普通にありって感じで、万能ジャケット説が立証されつつあるようなないような。本日のルックブック最後5つ目はちょっとおしゃれ頑張ってみた感じで締めたいと思います。シャツはこれも20年以上前だと思うんですけど、マックイーン本人気のアレキサンダーマックイーン、これねすごく気に入ってはいるんですが、着る機会がなかなかなくて今回便乗させてもらいました。パンツはアワーレガシーで、これはよく履いてるやつですね。で、旅ブーツやらグッチのキャップやらで頑張りすぎてるところを古着の M65 でドレスダウンっていうんですかね、いやそんなにねおしゃれ頑張ってるわけじゃないんですよ、だって古着だしみたいなアピール。あ、これも外しっていうんですかね、うん、外しか。気がつけばいつも外してます。人生も踏み外し気味だし。